ださーい。めちゃくちゃうまい。すする TV。 ずるいずるい。どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、日曜日にしか食べられない味噌ラーメンを提供しているのはこちらです。どん。JR 荻窪駅から徒歩5分くらいのところにあります、ラーメン高尾さんにお邪魔してます。こちら高尾さんは2021年オープンで、すする TV でも去年訪問しており、その圧倒的なコスパと店内のアットホームな雰囲気で、もう一度行きたいなと、再訪の機会を虎視眈々と伺っていたお店なんですが、なんとですね、訪問した時に見つけたんですが、日曜日のみ味噌ラーメンを提供しているとのことで、今回は私すするの妻である成田さんと息子のめんちゃんと一緒に味噌ラーメン堪能していきたいと思っておりますので、早速すするに行っちゃいましょう。レッツゴー。というわけでね、本日は日曜日になります。以前伺ったねラーメン高尾さん、このお店がですね日曜限定で味噌ラーメンやってるんですよ。もう週に1日しか食べられない味噌ラーメン。前食べた時もあの醤油ラーメンいただいたんですけど、めちゃくちゃ美味しくてすっごい好きな味だったんで、味噌ラーメンもねどんな感じなのかちょっと期待しつつ、本日はですね成田さんと、めんちゃんと一緒にラーメンすすっていきたいと思います。えいえい、おお、テンション低いというわけで、皆さんから来たねコメントも読ませていただきたいと思います。マスク逆ですね。そうかな、俺だいたい毎回同じ向きでつけてると思うんだけど、ね、ちゃんとそのロゴとかがね表向きになるようにつけてるはずなんで、逆ってことはないと思うんですけどね。すする T シャツが着やすくてしょっちゅう着てるのですが、ありがとうございます。8割スタッフですかと質問され、知らぬ間にプレッシャーをかけてる模様です。着にくいよということで、でもすごい嬉しいですね。それだけすする TV の T シャツがみんなに認知されてるってことですから、これからもちょっとねスタッフずらしつつね、あのすする T シャツ着てね、ぜひぜひ布教していただければと思います。よろしくお願いします。いつもインスタに上げてる写真はなんで撮ってるんですか。まあ、最近ちょっとインスタサボりすぎてて本当に申し訳ないんですけど、写真はね基本僕全部 iPhone で撮ってますね。 YouTube の動画のラーメンの物撮りだけはあのハンディカメラで撮ってるんですけど、それ以外はね基本 iPhone かな。それこそあの麺上げのシーンとかね、あれとかも全部 iPhone で撮りますね。 iPhone のカメラ機能の向上がもう著しいんで、本当にいや本当いい時代になったなと思いますよね。昔ながらのラオタの方だってね、小さい一眼とか持って撮ってる人結構多いですね。やっぱあの背景がぼやける写真とかすごい美味しそうに見えるじゃないですか、ね、綺麗に見えるし、まあ、それがでも iPhone でできるようになっちゃったっていうのがすごいよね本当にきっとラーメン官僚はすごい人なんでしょうけど、めちゃくちゃ嫌な上司感出てて笑える。絶対一緒に行動したくねえな。いや多分ね、でも官僚ってすごいいい上司だと思うけどな。意外と厳しいようでね、めちゃくちゃ優しいんですよ官僚って。ちゃんとこうなんか若い人の発言に対してこう耳を傾ける余裕があるというか、まあ、年齢的にもね僕のすごい先輩に当たる方ですけど、まあ、もちろん僕はねリスペクトを持って接してますけど、そんなにこう気を使わなくて済むというか、めちゃくちゃ絡みやすい年上の先輩っていう感じだけどな。キャラクターもやっぱ面白いですしね、ほんとラーメンのことをね話させたらもう本当に止まらないんで、それこそ地方の番組とかでね官僚と一緒に共演したこと何回もあるけど、官僚が出てるだけでめちゃくちゃ安心感ありますよ本当に。すっごい番組がもうスムーズにやれるなっていう感じで、やっぱ伊達にね二十何年ラーメン食べてないですよ。そして年間ラーメン代で100万かということで、まあそうですね、僕とか官僚とかまあ大体その1杯あたり1軒あたり1000円ぐらい使ってると思えば、僕も多分単純計算で去年だけでラーメン代100万ぐらいいってると思いますね。僕の場合そのラーメン屋さんで何やかんやトッピングしたりとかして1500円とか2000円とか使うとき全然あるんで、交通費とか回すとやっぱマジでラーメンに年間で200万とか300万とか使ってるかもしれないですね。まあそれでもね、その毎日食べてもこれだけ安く上がるっていうかラーメンの素晴らしいところですから。というわけで高尾さん着きましたけど、結構並んでますね。もうお腹減って仕方ないんだろう。あ、一気に入っていったね。いい感じ。何食べるの？醤油ラーメンかな。醤油ラーメン、うん、いいですね。まあ成田さん最初ですからね、初めてですからね。僕は味噌ラーメンをいただきたいと思いますということで、レッツゴー。おう、さあラーメン高尾さん注文書です。今回はワンタン皿とメンマ皿でビールを一杯やってから味噌ワンタンチャーシュー麺をすすりたいと思います。それにしても現在でもラーメン500円というワンコイン価格は何度見ても信じられません。日曜日ということもあって大盛況ですね。店内満席、外待ちもあり、お店の奥の方にねあのテーブル席があって、そちらではあの子連れでも OK ということでした。超人気店でありながら子供連れでも座れる席があるのは非常に嬉しいポイント。前回訪問した際は仕事の都合でビールではなくオレンジジュースを飲んでいたすするですが、こうして家族で再訪して成田さんとビールを頼み、めんちゃんはオレンジジュースという何でもないようなことが幸せなんだなとしみじみ感じます。ということで乾杯。くー、こうして6ヶ月越しに家族と飲むビールは格別。いや前回はちょっと仕事の都合でビール飲めなかったんで、ちょっと夢だったんですよ高尾さんでビール飲むの。ここでタイミングよくワンタン皿とメンマ皿がやってきました。同じ器に盛られたワンタンとメンマはスープに使っており、まさにラーメン屋さんのおつまみといった王道のビジュアル。少量のチャーシューが入っているサービスも嬉しいなってことで、まずはこちらからいただきます。うめえ。
シュルンとしたワンタンとシャキコリ食感のメンマはそれぞれ絶妙な味付けで、使っているスープの旨味ともいい具合にマッチして、めちゃくちゃビール進めす。これはやばい。なんか麺も入ってる。うん、先取りしちゃった、ちょっとラーメン。めちゃくちゃうまいな。ほら、ワンタンうまい。味噌ラーメン炒める音が聞こえてきて、めっちゃ食欲させられるな。厨房では店主さんが平ざるで湯切りしているのも見え、ラーメンへの期待度爆上がりで待ってるぞ。こちらがラーメン高尾さんの味噌ワンタンチャーシュー麺です。どれー、すり鉢色をした大きめの丼にはワンタンとチャーシューが所狭しと並べられており、スープの色もど真ん中でめちゃそそる。これはすする前からうまさ確定級だなってことで、いただきます。まずはスープから一口飲んでみると、うほー、めちゃくちゃうまい。しっかり熱々の味噌スープは味噌味とともにほんのり辛みが効いており、じんわりと体の芯が熱くなるシンプルながら奥深いお味。ベースの力強さを感じながらも味噌はほんのりと甘みがあり、それらをピリリとした辛みが引き締めてくれるバランスもお見事で、スープ自体は濃厚ではなくさらっとしておりますが、じんわりと出汁感を感じられる高尾さんらしい味噌味が美味しいスープです。湯気がすごい、なんか熱々の証拠ですよこれ。そんな熱々スープから麺を持ち上げて、よっしゃそろそろ、うわー、自家製の中太麺は高尾山独特の風味が口内に広がり、小麦感をむわりと感じるうまい麺。麺自体の味が強めでありながらもスープもしっかりと絡むので、味噌味と小麦感がガツンと口内になだれ込む力強さは唯一無二な個性を放っており、好みは分かれるかもしれませんが、ともかくすするはかなり好きな麺です。麺量も多めでズルンズルンとすすりまくれる気持ちよさもあり、スープが濃厚すぎないことで飽きもこない絶妙なバランスもさすがでございます。サブリナチャーシューがいっぱい入ってくる、うまっ。トッピング類も安定の完成度で、チャーシューは小ぶりでノスタルジックなタイプですが、肉感しっかり味しみバッチリでうまいやつ。これはマシ推奨です。おなじみのワンタンは皮が厚くもちっと力強い食感で、あんは少なめのため皮のうまさをギュッと楽しめる食べ応えのある美味しさ。味噌スープが絡むことでおつまみで食べていたものとはまた違った風味も楽しめて2度美味しい。高尾さんではトッピングが非常に充実しており、50円から追加することができるため、自分好みの一杯にカスタムすることができる楽しみもあります。こちらの味噌ラーメンは日曜日限定ということで、この日は周りのお客さんも味噌を注文している方が多く、シンプルでありながら個性が光る美味しさにファンの心をがっちりと掴んでいるのをひしひしと感じます。並びもあり訪問難易度は決して低くはありませんが、この味噌ラーメンこそが日曜日よりの使者だぞってな具合で、1週間の終わりにすすりたい一杯だと思います。麺量が多くかなりのボリューム感ですが、そのままシンプルな味噌スープとスープをしっかり持ち上げる風味豊かな麺をズルンズルンとすすりまくっていけば、いつの間にか完食です。大変美味しくすすれました。じんわりとした出汁感を感じる味噌スープと力強い麺の辛みがたまらない、再訪してよかったと強く思える一杯でした。それではごちそうさま。すいません、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ちょっと聞きたいことがあるんですけど、はい、なんで味噌ラーメンで日曜日に近いんですか。まあ、ちょっと一手間鍋を振るんで、うん、平日だと、はい、大変なもんで平日の方がむしろ結構混むんですか。何したいの。いや、夜は一人でないんで。あ、そうなんですね。なるほど。なんでちょっと日曜日に家とかあっていいかな。なるほど、なるほど。そう、ちゃんとあれですもんね、こう鍋で煽って作るって、めちゃくちゃ美味しかった。ありがとうございます。またぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。いやー、うまかった。はい、ごちそうさまでした。いやー、ラーメン高尾さんに行ってきたんですけれども、めちゃくちゃ美味しかったです、味噌ラーメン、うん、前回はね、平日だったんで醤油ラーメンいただきまして、その時にこの日曜限定で味噌ラーメンやってるっていうのを見て、ちょっといつか行きたいなと思ってて、前回行った時にね、店主さんにも子連れとかでもう来れるもんなんですかねって聞いたら、全然 OK ですよみたいな感じで言っていただけたんで、今回ねちょっと成田家総出てきたんですけど、いやー大満足でしたね、うん、どうでしたラーメンの方は。めっちゃ美味しかった。うまいよね、うん、めっちゃいい店じゃない本当にね、麺がすごい美味しかった。 あの麺の食感いいよ、たまんないっすよね。なんかちょっとね、和紙餅というかね、うん、ちょっともしゃっていう感じの、うん、麺だね。うまいっすね、うん、高尾うまかったかな。うまい人、うまい人うまい人。ワンタン持って帰ってきてんじゃん。テイクアウトすなよ、ワンタンを。くれるんだ。
やっぱねめちゃくちゃいいお店ですね、そもそも、うん、だからラーメン500円だって今の時代まだ500円だからね。ラーメン500円で、まあ、今回ビールやらなんやら2人分のラーメンも注文して、でおつまみも注文して、子供用のジュースなんかも注文しても全部合わせても2800円ですよ。1人当たり1000円いってないんだよ。すごいっすよねマジ、この安さ、この安さ、そしてこの満足感は、いやマジで素晴らしいと思いますね本当に。東京他にないんじゃないか、この安さでこれだけの満足感を得られるお店っていうのは。味噌ラーメンもねめちゃくちゃ美味しくて、なんか夢中で食べちゃいましたね。一口目ねちょっとこう甘みあるんですけど、結構ピリ辛で後味がこうキュッと引き締まってる味噌ラーメンで、そこにあの高尾さん特製のちょっとワシッとガシッとした食感の麺が絡むんで、めちゃくちゃ食べ応えあって、でチャーシューとかワンタンとかもね、あの味噌ラーメンですけどワンタンもよく合ってて、あの味噌ラーメンはオリジナリティあってめちゃくちゃ好きですね本当に。すげえうまかった、うん、もちろん前回食べた、ね、ラーメンもすごく美味しかったんですけど、いやもう日曜限定の味噌ラーメンも一押しですね、うん、まあただあの気をつけてほしいのはね、味噌ラーメンは日曜日しかないので、くれぐれもこの動画を見て高尾さんに行く際は、味噌ラーメン食べるんだったらね間違えずに日曜日にしっかりと伺うようお願いしますということで、いや最高でしたね、うん、やっぱのビールとおつまみでキュッと一杯やれたのも最高でしたね。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、ラーメン高尾さん、商店サザエさん、高尾の味噌ラーメン屋、日曜日の代名詞に加えましょう。